広電初海地駅。広電初海地駅は、広島県初海地市初海地2丁目にある、広島電鉄宮島線の駅である。1923年、大正12年に、小井町駅から草津町駅までの区間が開通した、宮島線は、1924年、大正13年に、さらに路線を延伸させた。当駅は、この延伸に際し、 路線の終点として開業した駅である。駅名については当初、近くの山に天馬宮が祀られていたことから、天神した駅と命名される予定であったが変更され、初開日市町駅として開業した。開業の翌年には当駅から、さらに路線が延伸し、地午前まで開通。路線が全通したのは1931年、昭和6年のことであり、当駅は全通と同じ日に、 電車初開地駅とその名を改めている。宮島線は全線復線にて開通したが、太平洋戦争下の1944年、昭和19年には当駅から電車宮島駅までの区間で下り線のレールが撤去され、単線に変更された。これは当時広島市内で建設中だった皆、実践用のレールを資材不足の中調達する必要があったためで、利用者が 比較的緊張であった同区間のレールを流用することで、みな実線は同年末の開通へとこぎけている。線路は戦後の1950年、昭和25年に、伏線へと戻された。1961年、昭和36年には、国鉄、当時初開地駅と区別するため駅名が、広電初開地駅に変更される。1960年代、 70年代には、上り線ホームに面して側線があった。開業以来駅には、木造の駅舎が併設されていたが、駅前の整備事業により、ホームが移設されることを受けて2012年、平成24年に解体された。解体前の同年9月には、駅舎のさよならイベントが有志により取り行われた。駅前の整備事業は北にある。 八日市駅周辺地区の再開発に合わせて進行し、翌2013年、平成25年8月には、駅南側にロータリーが完成。ホームは、約50メートル東に移され、新たに待合室が設けられた。二面二線の地上駅、路線の起点から見て、左側に、広電宮、島口駅方面へ向かう、下りホーム、右側に、 広電西広島駅方面へ向かう上りホームがある。駅構内は全面バリアフリーとなっており、南口、下りホーム側にはトイレと待合室が設置されている。待合室は鉄骨平屋で壁面には20日市,市内で散出した杉材を使用する。駅の南北には無料の駐輪場が設置されている。採用女子、 大前駅寄りの線路にはポイントがある。2012年までは駅舎が存在した。板張りと漆喰の壁、黒瓦の屋根を備えた木造平屋の駅舎で開業から戦前の改修工事を経て88年間にわたり使用された。広島電鉄で最後まで残された木造駅舎で窓口業務が2005年に終了した後も出札窓口や改札口は 王子のまま残されていたが、駅周辺の整備事業に伴い解体。解体前に開催された、さよならイベントでは、写真パネルが展示され、記念の入場証明券が発行された。当駅の上りホーム裏には、広島電鉄の20日市変電所がある。20日市変電所はもともと駅の北側、広電西広島方向に150メートルほどの線路沿いにあり、 宮島線が開業した1922年、大正11年8月より、宮島線の電車に電力を供給してきた。開業当初は、宮島線の小井町駅、草津町駅間に給電し、以後宮島線の延伸に合わせてその範囲を広げ、1931年、昭和6年2月には、宮島線全線へ給電するようになった。1945年、 昭和20年8月6日に広島に原爆が投下された際、広島市内を走る広島電鉄の路面電車が壊滅的な被害を受けながらも早に運転を再開することができたのは2日市変電所が爆心地より 15km ほど離れた郊外にあって大きな被害を受けなかったからである。2日市変電所からの送電によって市内電車は 被爆から3日後には一部区間で運転を再開させることができた。レンガ作りの変電所は1922年の開設以来長きにわたり使用されたが、老朽化が進んだことにより2009年、平成21年に解体され、跡地は駐車場となった。上りホーム裏にある新しい変電所は、旧来の変電所の解体に先んじて2008年。 平成20年3月より稼働を開始している。初会地首都継承によると、2016年度の1日平均乗降人員、利用者総数をその年の日数で割った値は3244人であった。広電初会地駅の乗降人員は、以下の表のように推移している。南口には、周辺道路に接続するロータリーが整備され、自動車の乗り入れが可能となっている。 付近は住宅街であり、北へ徒歩5分の距離には、西日本旅客鉄道 JR 西日本山陽本線の八日市駅がある。当駅は市名と同じ、八日市を名乗ってはいるが、行政機関などが集まる市の中心部へは、隣の八日市市役所前駅の方が近い。南にしばらく行くと、国道2号があり、店舗が立ち並ぶ。さらに南下すると、瀬戸内海が見える。 海沿いは工業地帯となっている。初0日市市が運行するコミュニティバス、桜バスの停留所がロータリーに設けられている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。